商店未商店。こんにちは。はい、こんにちは。はい、じゃあお名前をどうぞ。はい、石井です。はい、今日は商店に商店です。はい、そうですね、はい、今日は中野のゲーム屋さんに来ました。はい、はい、難しい名前でした、私には。はい、はい、場所はどちらでしょうか。中野ブロードウェイの中ですね、はい、3階にあります。中野ブロードウェイは有名ですよね。有名ですね、はい、サブカルチャーの殿堂みたいなところですか。はい、はい、ゲームのお店なんですけど、うん、その発端となった、はいはい、お二人前回の、はい、どうぞ。こんばんは。はい、こんにちは。じゃあどうも、この間はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をよろしいですか。栄太郎です。はい。にゃほです。はい。これ下北沢の、はい、大好きでゲーム会、はい、かなり私がわたわたしてたやつですね。そうですね。前回はどうでしたでしょうか。あ、楽しかった。楽しかったね。ですね。番組はどうでしたですか。あれで、大丈夫、大丈夫、少し心配。面白かった。面白かったです。普及になりましたか、ちゃんと。はい、はい、よかった。で、こちらが今日、その皆さんのよく遊んでるゲームを売っているお店って感じでいいんですかね。はい、はい、そうです。はい。カードゲームとか、ボードゲームとか。いろいろ種類が。そうです。そんなのがメインって感じですよね。はい、テレビゲームではない。うん、ではない。はい、そうですね。そういうゲームのところを行ってみたいと思いますので。はい。はい、こちらでございます。いろいろ聞いてみましょう。はい。はい。じゃあ、早速なんですが、こんにちは。こんにちは。はい、じゃあちょっとお名前よろしいですか。はい、ドロッセルマイヤーズで店頭スタッフをしている豊田と申します。はい、こちらが皆さんと一緒に普段ゲームをやってるお仲間なんですね。はい、そうですね。はい、が店員さんで、はい、はい、で、今日はその縁で取材に来まして、はい、はい、お待ちしてます。こちらは店員さんで、あとオーナーさんがいらっしゃることで、はい、じゃあオーナーさんもちょっとよろしいですか。こんにちは、渡辺です。はい、はい、こんにちは。ドロッセルマイヤーズ店長の渡辺と申します。はい、よろしくお願いします。いや、実はオーナー後から来たんですけど、もっとあのおじさんが来るかと思ったら、若くてびっくりしたんですけど。まあそうですね、はい、ほぼここも同い年ぐらい。そうですよね、はい、そんな感じですよね。はい、た、はい、だこれ、こちらは何のお店になるんですかね。まあ、一応ボードゲームの店なんですけど。ボードゲームの店、はい、はい、まあ、ボードゲームだけではなくて、うん、幅広くですね、はい、まあ、なんかこう世界中の遊びにまつわるものをいろいろ集めるみたいな、まあ、面白いものは何でも置いていいというつもりの店ですね。なるほど、はい、中心は今のところゲームです。なるほど、はい、こちら、場所なんですけど、はい、中野ブロードウェイでも広いですか。はい、目印というか、こう着方というか、どうやってくるんですか。長野ブロードウェイはですね、はい、地下から、あ、すみません、4階までが、うん、店舗スペースで、うん、3階にあります。はい、以前は4階にあったんですけども。あ、そうなんですか。このビル内で引っ越しまして、まあ、4階のですね、はい、こうブロードウェイ内でもかなりナードな場所と言われている、うん、まあ、そうですね、最初に出すならここかなっていう、うん、まあ、外れの方というかですね、まあ、一番上の、はい、行きづらい方から、まあ、この3階は逆に中野ブロードウェイの中では花形と言われてる。あ、そうなんですか。はい、一番ね、人通りが多い場所なんですよ。なるほど、ね、なんで、まあ、引っ越しますって発表した時に、うん、広くなるのってこうすごい色々言われたんですけど、うん、まあ、別に広くなることもなく、全く同じ広さのままで1個階段降りたみたいな。なるほど、はい、感じだったんです。なるほど。なので、まあ、3階はですね、だから、はい、一応行きやすくって、うん、まあ、駅からこう来ていただいた場合、まあ、商店街ね、サンモール、中野サンモールっていうのがあるんですけど、うん、まあ、それで来て、正面にこうエスカレーターがあるんで、はい、それでそのままピューと上がってもらうと、うん、そこが3階なんで、はいはい、まあ、何も考えないで来れば3階に来るはずです。わかりました。そうですね、はい、店内のご紹介なんですけども、そうそう、まあ、ゲーム系でも、よくこうボードゲーム好きの方が好きなゲームって、まあ、ドイツゲームってやつですよね。で、そのドイツゲームも、まあ、店内のまあ大体今半分ぐらいを占めている感じ、うん、で、もう半分は、こういうですね、トランプ、これ輸入トランプですかって。これは普通のいわゆるトランプ。いわゆるトランプですね。ただトランプも、まあ、この辺のバイシクルとかは結構ご存知の方も多いというか、まあ、よくカジノとかでも使われている、はい、まあ、いわゆるクオリティの高いカードですね。で、まあ、カジノで使われる、だからまあプロ仕様みたいなやつですね。すごい高額のギャンブルとかでも使われるぐらいよくって、で、まあ、あれなんですよ、ラスベガスとかだとこういうのは一回使うともう廃棄しちゃうんですよ。え、そうなんですか。一元ごとに、あれですか、折り癖とかそういうことですか。そうそう、詐欺ができないように、うん、イカ様ができちゃうじゃないですか、はいはいはい、うん、みたいな、まあ、そういうこう、いわゆるプレイング用のカードっていうのもありますし、うん、逆にこの辺の、はい、そう、この辺は、コレクション用って感じですね。うん、だから、まあ、どちらかというと絵柄が
あのいいやつを集めていて、うん、あの例えばこの辺とか、海の生物シリーズとか、うん、馬シリーズですね、この馬シリーズ、うん、あと例えばこのアリス、不思議の国アリスシリーズ、これ人気あります。あとジュール・ベルヌ世界観のモチーフのものとか、うん、っていう感じで、あとこう昔のですね、ヴィンテージのマッチボックスの、マッチ箱のデザインを集めたものとかですね、うん、こういうものはどちらかというとこうゲームにも使えるけど、あの画集として買われる方が多いって感じ。画集、はい、なるほど、すごいですね。カードコレクションするためのものとか、うん、なるほどね。でそれの延長線上で、はい、タロットカードも結構力入れてまして、はい、タロットカードってこうやっぱりこう占い用っていうのが、まあうんね、あの主な用途ですけど、うん、これもやっぱりですね、こう絵柄がそれぞれ世界観もいろいろあって、うん、まあ、やっぱりこうコレクション用とか画集とかで買われる方も結構多いんですよね、うん、これはですねちょっと可愛い系、うん、猫、うん、全部のカードが猫なんですよね、うん、っていう感じで、まあいろんなモチーフのタロットがあるんで、この辺も、うん、あのコレクション用におすすめです、うん。でまあ、タロットと、なんでタロットなのっていうと、うん、トランプとタロットは、まあ、いとこ関係にあって、はい、ルーツが同じなんですよね。あ、そうなんですね、はい、トランプから発生してできたのがタロットカードなんですよ、うん、なので、まあ、この辺もこうゲームにまつわるものとしてあの、うん、置いているとか。なるほど、はい。で、この辺が、まあ、いわゆるドイツゲーム系のもの、はいはい。そうですね、ボードゲームですね。こういうゲームはあのドイツゲームと言われているジャンルのもので、まあ、厳密にはドイツのゲームばっかりじゃなくって、うん、アメリカのものもあればフランスのものもあるし、まあ、日本のものもあるんですけど、あのドイツが一番盛んなんですよ。でドイツで、できた、まあ、一つのゲームのジャンルっていう感じで、あのボードゲームって、まあ、大昔からあるわけじゃないですか、うん、それこそ、まあ、このね、カードゲームっていう意味だとトランプの頃からあるわけですけど、うん、あのトランプがですね、まあ、14世紀とか15世紀とかぐらいにできてから、うん、そんなにこう実はなんか、まあ、バンバン新作が出てたわけじゃなくって、うん、やっぱ昔の人はある程度トランプでずっと遊んでたわけですよね、うん、で国によって将棋があったりとか囲碁があったりとかして、でさらに古いあの時代はバックギャモンが、うん、あったわけなんですけど、はい、もう学園はこれ圧倒的に古くって、うん、数千年の歴史があるんですよ。うん、だからそのぐらいこう、まあ、長いスパンで何百年とか何千年って単位でこう進化してきたものが、つい最近になって、うん、ドイツで爆発的に進化したんですよ。うん、でどんぐらい最近かっていうと90年代です。1990年代。だから超最近なんです。すいません、うん、はい、人生ゲームとかってどっちが古いですか、ね、人生ゲームは、まあ、スゴロクと言われるジャンルです、ね、でスゴロクはスゴロクで、まあ、昔からあるんですよ、うん、これは全然そういうのでスゴロクじゃないっていうのがやっぱポイントですね。そうなんですか、うん、だから僕らが、まあ、こう子供の頃とかに遊んでた人生ゲームとか、あと、まあ、なんですかね、そう、モノポリー、モノポリーもそうですね、モノポリーもまあスゴロクに近い、あ、なるほど、でああいう感じのものっていうのは、まあ、あれが前はしてスゴロクっていうジャンル、うん、でそういうジャンルに属さないゲームっていうのが新しくこうカンブリア爆発的に大量に出たのがこのドイツの90年代以降なんですよ。でそういうのの影響で出ているいろんなゲームが、まあ、今一番遊ばれているやつ、世界で。どういうゲームなんですか、戦うゲームとか。そういうのですか。そう、いや、ね、むしろ戦わないことのが多いのが特徴で、うん、ドイツって、まあ、これちょっといろんな説、ドイツでなんでそういうのが発達したのっていうのはいろんな説があるんですけど、うん、まあ、ドイツって第二次大戦以降、うん、戦争においては悪者なんですよね、うんうん、でなのでこう戦争モチーフのゲームがあんまり作りづらかった。ああ、なるほどね。で逆にアメリカは戦勝国なので、うんうん、ウォーゲームが大量に作られたんですけど、うん、だからアメリカのゲームはウォーシミュレーションが元になっているのが多いんですよ、うん、でまあその、まあ、ちょっといいんですかこんなマニアックな話で。全然大丈夫ですよ、はい、そのまま面白いなので。例えばね、はい、このスモールワールドとかはこれはドイツゲームの影響も受けてるけどアメリカのゲームなんですよ、うん、でこれは、ファンタジーうん、ものですけど、でもやっぱりこのファンタジー世界においていろんな種族がこう領地を争って戦うっていう、うんうん、だからやっぱ戦争のゲームなんですよね、うんうん、
で、まあ、こういうのがまあどっちかっていうとまあイメージしやすいゲームのモチーフだと思うんですけど、うん、こうドワーフとかエルフとか戦うゲームってまあありそうじゃないですか、うん、でところがドイツのゲームは例えばこのゲームは、うん、お化けのゲームなんですけど、うん、別にお化けと子供たちが戦うとかでもなく、うん、子供たちがですねお化け屋敷にまあなんかいたずらのためかわかんないですけど、うん、忍び込むわけですよ、うんうん、で、まあ、この塔みたいにこうぐるっと回っている階段を登っていくと、うんうんうん、で、まあ、それが競争していくわけなんですけど、うんうん、こう競争して登っていく途中で子供たちがどんどんお化けに取りつかれて、うん、姿がお化けになっちゃうんですよ、はいはいはい、でそうするとどういうことが起こるかっていうと、うん、まあ、この子供たちっていうのはまあプレイヤーなんですよ、うんうん、でそれぞれのプレイヤーたちが俺が先に登るぞってこう登っているんだけど、うん、途中でこうお化けがどんどん重なっていくことによって、うん、どれが誰の駒か分かんなくなってるんですね。なるほど。なのでこうスゴロクなのに、うん、まあだからこれスゴロクが元ではあるんですけど、うん、スゴロクなのにどれが誰の駒か分かんなくなってそれでなんかサイコロ振って、うん、じゃあ人のをあげちゃうかもしれないってことですね、うん、ってことですね、うん、っていうようなゲームだったりすると。なのでまあこう戦いがモチーフになってなくって、うん、だけど、まあ、いわゆる昔のスゴロクと違ってこう読み合いの要素とか、うん、記憶の要素とかあとまあ戦略性があったりとか、なるほど、うん、あと騙し合いの要素があったりとかね、そういうゲームの特徴ですね。なるほど、はい、わかりました、はい、こちら、はい、で、バックギャモン、はい、一応あのテクテク TV で一回バックギャモンについて教わろうという番組を作りまして、うん、あ、そうですか、はい、じゃあバックギャモンについては、はい、世界チャンピオンの方来てもらったんですけど、はい、なるほど、お知り合いだそうで、そうですね、望月さんにいろいろ教えていただきながら、はい、あのバックギャモンもやってますけども、はいはい、まあ、バックギャモンはやっぱりこう、こういうあらゆるボードゲームのルーツなので、うんうん、だからまあこれがご先祖ってことですよね、まあ、基本は抑えとかないと。そうですね、あのスゴロクという言葉の語源ですからね、これね。これも、まあ、バックギャモンのやつなんですか。そうです、これはまあ一番携帯持ち運び用の小さいやつで、まあこの磁石でこう止まるとか、まあ、途中でこうゲームをあのね、あれですね、しても電車の中で、そうですね、セーブできる、電車の中でできる感じですね。そうですね、はいはいはい、いろいろ、いろいろあるんですね、はい、そうそう、正倉院の展示とか行くとスゴロクってバックギャモン飾ってありますよね。そうです、あのバンスゴロクってやつですね、うん、そうなんですよね、まあルールは微妙に違うんですけど、まあ、あの基本形は一緒ですね、はい、っていうようなものもあると、はいはい、で、片や、それが一番古いものだとすると、はい、この辺はまあ、やっぱり新作系ってことになるんですけど、まあこの辺だいぶ絵柄が変わりますね、現代っぽいですね。そうで、まあ最近の流れとしては、日本人でこういうドイツ型のゲームを作る方っていうのがすごく増えてるっていうのがあります、うんうん、で、例えばこれとかはそうですけど、まあこれいかにもこれ日本だなって感じじゃないですか、うんうん、でもこれはまあその、何も考えずにアニメになってるわけではなく、うん、まあこの漫画っていうこと自体がモチーフなんですよね、うん、日本の漫画文化をモチーフにしたゲーム、うん、でどういうものかというと、ヒット漫画というゲームなんですけど、うん、こういう漫画のコマがですね、うん、こういう、あ、はい、あ、セリフの書かれてない空白のセリフになっている、うん、コマが、コマ割りのところの一コマ、はい、が大量に入っていて、うん、でこれ全く同じものが、ペアで入ってるんです、うん、でそれがまあいわばカルタでいうとこと読み札と取り札になっていて、うん、でまあこうバーっとこう漫画のコマが並ぶじゃないですか、机の上に、うん、でそれを、他の人が、まあ、誰かが読み担当に、まあ、その時になってる人が、うん、まあ、1枚めこう束からめくるわけですよね、うんうん、でめくってそのコマに何かセリフを当てはめる、うん、あ、それは好きでいいですか。そうです、へえ、なんだろうな、まあ許さないぞみたいなことを言うわけですよね、お前かみたいなやつを、でそうすると許さないぞって言ってそうなセリフを、うん、まあ、この人たちがこんなコマを探して、うん、多分これじゃねえかみたいなのをよそで取るわけです、うん、で合ってるかどうかで、はい、ブーブーみたいなのをそれは自分たちで決めるんですね、自分っていうか、まあ、あの読んだ人がこうめくって見てるわけなんで、うん、この人だけは正解を知ってるわけです。ああ、そう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 、だからこのコマを要はどんなコマなのかをセリフを通じて伝えるわけですよ、取る人たちに。で取る人たちはそれを予測で取っていく。それでも読み手のセンスが随分疑われますよね、うん、あの相当問われますね。そうですね、はい、そのセリフこの顔で言うかって話もありますよね。そうなんです、だからこれね、やっぱね、こう知り合い同士でやっぱ、うん、ある程度打ち解けてる同士でやるのがまあベストで、なるほどね、あの初対面でやると結構事故ることもありますけどまあでもそういうこう嬉し恥ずかし感がいいっていうのがやっぱ暴言もあるんで、はい、なるほどね、うん、でこれまあその京都のあの炭酸ファブリックというですね、うん、まあ、3人組の若者チームが作っているゲームですけど、うん、まあ、こんな感じであの新作の、こうゲームシステムから、うん、
あのこういうアート的な面まで自分たちで考えて作ってるゲームっていうのが国産でも結構出てきた、はい、見たことあるやつがありますけど、これも国産だったから、はいはい、これすごろく屋さんのゲームですね、うん、数字書いていくやつ ね、うん、前回これ取材したんですよ。あとねこれもやったよ、ね、ああこれもね、はい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 、ニムト、はい、ニムトはすごい有名、これは面白い、あれ、はい、カートあれがね、その6、これは11位だ、これなんで11位なんですか。あの、ニムトはすごい色々種類があるんですよ、うん、ああ、違うんだって、6の方です、6の方です、6と11は違う、失礼いたしました、専門家からダメージが、はい、一緒にするんだ、まあ、バージョン違いじゃないですか、牛一緒だったからつい、うん、あの同じシリーズなんで、なるほど、はい、あの海外のゲームを日本語版として発売しているものというここは、うん、カードゲームってあるんですか、全部、まあ、カードゲームコーナーって感じですね、うんうん、はい、まあ、中には例外もあって、例えばこれとか、うん、これは魔法の駒っていうんですけど、うん、これは全然カードじゃなくてですね、うん、まあ、駒が入ってるわけです。こんな感じ？はい、駒が入ってて、で、まあ、こういうですね、こう、円形のチップと、それと対になっている、うん、まあ、やっぱりこういう、こう、うん、あのタイルがあって、うん、でこれがまあ大量にこう、やっぱりカルタみたいにバーって並ぶわけなんですけど、うん、で、このチップをですね、裏向きにしてこう混ぜて、うん、どれか1個を取って、まあ、このコマにこうこっそりこう机の下とかでこうやってこうセットするんですよ、うん、まあ、自分も見ないようにして、はいはい、でこれをコマを机の上でビュッて回すんですけど、うん、で回すとこうやってこう蓋が取れるわけですよね、うん、蓋取るとまあ何らかの絵がこう回転してるわけじゃないですか、うん、でこの高速回転してる絵を何なのか見極めてこの置いてある候補の中でこれだっつって描けるっていうゲームです、うん、なるほどね、はい、でまあ誰かが描けたやつは他の人はこう重ねておくことはできないんで、うん、そうすると、まあ、早い者勝ちなわけですよね、うん、だけどこの駒の回転って当然だんだん遅くなるわけじゃないですか、うん、だから時間経てば経つほど確実に分かっていくんだけど、早めに当たってないと、まあ、どうせ正解取られちゃってたりもすると、うん、っていうような感じのゲームですね。でもこれ結構面白くって、これ結構やったことないのもまだまだあるんですか。ありますあります、露天なんて山ほどありますからね、うん、あとですね、さっきの国産ゲームの流れで言うと、うん、例えば、この辺、はい、綺麗な、はい、この辺は、かなりまた変わり種で、そうですね、全部手焼きのタイルでできてるんですよ、綺麗ですね、全然ルールが想像できない感じですけど、うん、で、これはですね、全部同じ作者の方なんですけど、うん、日本のタイル作家の方、タイルアートですね、うん、はい、まあ、だから普段はこう建築物とかに、うん、こう綺麗なタイルを作って はめ込むということをやってる方が、うん、そのタイルを使ったなんか別のものを作りたいっていうことで作り始めたゲームなんですよ、うんうん、じゃあゲームもオリジナルなんですか。オリジナルです。でこの方は不思議なことにゲームデザインの才能もなぜか、うん、持ち合わせていたために、素晴らしい、はい、ゲーム自体もみんな面白くてですね、うん、でしかもまたこうその自分の中でゲーム作りたいってことから作り始めてるので、うん、まあ、こういういわゆるドイツゲームの文脈とか、うん、あまりこうアメリカの大ゲームの文脈とか、うん、こういうものからもちょっと離れたまた独自のゲーム感があるということで、やっぱこれもちょっと面白かったと思います。うん、あとまあやっぱり国産っていう意味だと、一応ご紹介したいのは、まあ、うちのオリジナルのゲームですね。お、はい、ほう、この辺がそうですね。ほら、はい、これがじゃあ売れると随分儲かるわけですね。一番嬉しい。そうですね。一番嬉しいです。いやこれもう一番一押しじゃないですか。そうですね。どれですか、どれがどれ。ここがそうで、アダムとイブ。他にも何本かあるんですけど、はい、もう売り切れちゃってなくなっちゃってるやつもあったりとかして、まあ、でも一応それもご紹介しておきますと、はい、まあ一番最初に作ったのは、はい、スタンプスというゲームです。はい。はい、これはですね、切手のオークションをするゲームで、開けるとこういうですね、こう切手っぽいチップがたくさん入ってるんですよ、はい、こういう、うん、あ、絵が描いてある、はい、絵が描いてある。でこれ絵が、まあ、みんな違うんですけど、ね、うん、こういうこの切手を集めて、うん、お互いに売り買いするという、うん、人物ごとだな、こういう昆虫とかね、うん、あの金魚とかね、うん、互いにまあ、切手のコレクターという設定で、うんうん、なるべく安く買ったものを人に高く売りつける。うん、でこう切手のジャンルによって、まあ、例えばこう動物の切手が人気ある時もあれば、うん、さっきみたいな人物の切手が人気ある時もあればこう植物が人気ある時とか、うん、まあ、そういう人気のこう流行りすたりがこうゲームの中に起きるようになってるので、まあ、なるべく人気がない時に買って人気がある時に売るみたいな。でこれはですねちょっと変わってて、うん、ドイツのゲーム、はい、で名作でですね、モダンアートっていう、まあ、すごく有名なゲームがあるんですけども、うん、
これのまあ正式にライセンスを受けて、うん、日本オリジナルバージョンとして作ったものです。うん、なるほどね。だからゲームのルール自体はもともとドイツであったもので、はい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 、でまあそれはそのモダンアートっていうタイトル通り、うん、あの現代美術作品を売ったり買ったりするっていう、うん、まあ画商のゲームだったんですけど、うんはいはい、まあそれをもうちょっとなんか可愛くしたいなということで、うん、こういうちっちゃい切手を、まあ、切手コレクターとして売り返すと、うん、なるほどっていうふうにまあ僕らがアレンジしたって思いますね、はい、これがまあうちから出した一番最初のゲームです、うん、でこれはまあ、あのアレンジだったわけですけど、はい、完全にオリジナルで作った一作目がこのアダムというボトルです、うん、これはですねこれまたちょっと変わってて、うん、2人用なんですよ、はい、でまあ、2人用のゲームってまあ昔からいろいろあるじゃないですか、うん、将棋とか、うんね、ああいうこう対戦型のゲームとしてはよくあるんですけど、はい、これはですね、協力型のゲーム、うーんなので2人で、うん、戦わない、そう戦わない、うん、相手をやり込めるんじゃなくって、うん、お互いに同じ目的を達成しようと頑張る、うん、だから成功するときはお互いにやったぜってなるし、うん、終わったぜって感じなんですね。そうそうです。だからまあモンハンとかみたいなもんだと思ってもらえれば、はい、協力プレイってことです。で、そういうもの自体がなくって、うんうん、でこれなんで作ったかというと、どっちかというと必要に迫られて作ったんですけども、うん、まあ、こういう店を始めたじゃないですか、うん、で、そうするとこうブロードウェイなので、うん、通りすがりで、まあ、別段ゲームマニアってわけでもない方っていうのがたくさん入ってくるわけですよね、うんうん、で、フラッと来て、あ、なんか面白そうだねと、うん、で、なんかこう、なんか一個買ってこうかなってなった時に、例えばカップルのお客さんとかも結構多いんですけど、うん、土日とかだと特に、で、その時にとりあえずどれ買えばいいですかねってなったら、うん、まあ2人で遊べる方がいいじゃないですか、うん、その日の夜遊べるとか、うん、だけど2人用のゲームってもう完全にサシで相手をぶちのめすタイプのゲームが多いんで関係性も悪くなりそうですよね。そう、ちょっとね、まあ楽しければ別にいいんですけど、やっぱりこう気まずくなるケースもある、うんうん、し、やっぱそういうゲームがそもそも苦手な人っていうのは、うん、どうせこういうのやってもなんかね、私勝てないしみたいなので諦めちゃうケースも結構あるので、うん、まあ、そこで2人で協力して、1個のことを達成したら仲良くなるしいいじゃないかと、うん、そんなことで作ったんですよね、うん、なので、まあ、こういうタイトルで男女で協力するというコンセプトがあります。なので男女専用協力プレイでカップル専用と言ってるんですけど、なるほど、まあ、実際は男男でやってる方もっていうね、あのゲームですね。まあ愛が芽生えるかもしれないですね、はい、そう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 ですね、はい、本当にこの相性チェック的な、うん、ありそう、うん、側面があって、うん、相手の気持ちをこう読むことがやっぱ大事なんですけど、うん、まあ普通は相手の気持ちを読んだ上でそれの裏を書くみたいな感じじゃないですか、うんうん、でそれを読んでそれに、あ、じゃあこうしたいんでしょみたいな、こうしてあげるといいんでしょ、とかいう感じですね。そう、俺のこと分かってんのやっぱこいつみたいな、やり取りをするものです。で、まあ、次が、この俳句、はいはい、この俳句っていうのは、本当に俳句なんですか、はい、まんまで俳句のゲームです。はい、はい、俳句を作って、うん、競うゲームなんですけども、俳句で競う、うん、中にですね、こういういわゆる俳句を読むための短冊が入っていて、あ、うん、まあ、ペンっていうか鉛筆も入ってるんですけど、でそれでこう俳句を読むんですよ、うん、で、まあ、何をするかという と、お題を最初にみんなで決めるんですね、うんうん、こうちっちゃい、まあ、お題用の用紙も入っていて、はい、そこにこうみんなそれぞれお題を書いて集めると、うん、でそこに、まあ、例えばソフトクリームとかカブトムシとかドラえもんとかいろいろ書いて集めるわけです、うん、エヴァンゲリオンとか書いて集めて、でそれを折って、シャッフルしてこうなんか吹くと、みんなで引いたのをこう開けるとそこにカブトムシとか書いてある、あ、でそれを五七五で表現して、うん、他の人たちがそのお題を当てるっていうんですね。あ、なるほど、はい、あ、じゃあその時は読む人が引く、全員が引いていて、みんなそれぞれに作ってできた人が、はい、できましたって言って、でじゃあこの人は何のテーマだったでしょうっていうのをみんなで当てる、そうです、そうです。で黒金の角が、それもまたセンスが疑われるというか、センスが必要です、そうね、だいぶ、うん、で、まあ、これも、やっぱりこうやってご説明するとですね、うん、いや俳句なんか読めないですよ、うん、そうですね、うんうん、そう思いますね、っていう方が多いんですけど、うん、これがまた実際にやってみると全然できて、これは僕らも結構意外だったんですけど、やっぱですね、まあ、僕らだって僕自身も俳句なんか読んだことないですからね、もともとね、うん、なんですけど、やってみるとやっぱりこう日本人の DNA に流れるこの五七五のリズムがいかに強力かっていうのことがよくわかる、うん、
あの大体誰でも読めますとりあえず。そういうアイディアってどこから出てくるんですか？例えば、ゲーム作りましょうみたいな。もともと僕はそのどちらかというとゲーム作るのが専門で、テレビゲームのプロデューサーで、まあ、デジタルのね、ゲームのプロデューサーをもともとしていたので、あのゲーム作ることの方がまあ専門で、どっちかというと店やることの方が素人なんで、っていうところがスタートしたんですけど、でも特にこの店を作ってからゲームを作るのはちょっとそれまでと、あの仕事でっていうか、まあ会社に所属して作ってた時とはちょっと違って、やっぱこう店でやりながらですね、まあ、さっきのアダムとイブとかまさにそうなんですけど、あのこういうものが求められているなとか、こういうものが足りないなとか、あ、実際にお客さんとのやり取りで感じる部分だったんですね。そうです。あとやっぱりこういうゲームはシチュエーションとかメンバーとかがすごく大事なので、あのこういう状況で遊びたいのにジャストなゲームっていうのがやっぱ大事なんですね。そうですよね、かなりピンポイントな感じですもんね。アダムとイブは、2人用でカップルで遊ぶためのゲームとして作られているし、ハイクは、もっと多人数で、パーティー的にワイワイ遊ぶためのものとして作られている、あともう一個ハイクの時に考えたのは、あの皆さんですね、こういうゲームを買いに来る時に、例えばこう、あの旅行先でやりたいとか、あるじゃないですか。あと移動中にやりたいとか、で、まあ、この特に移動中にやりたいみたいな話ってあの結構聞くんですけど、これ結構不思議なことで、あの大体のゲームは例えば新幹線の中とかでできないんですよ。だってすごい机にいろいろ並べたりしなきゃいけないし、サイコロ振ったりとかもありますね。そうそうそう、ジャラジャラしたりとかね、してすげえ向かないものばっかりなのに、なぜか移動中にゲームをしたいってニーズってあるんですよ。これ多分UNOかなんかで刷り込まれた現象なんですけど、まああとトランプゲームの一部のもの、あのまあババ抜きぐらいだったらできるじゃないですか。なのでまあそういうニーズってあるんですけど、やっぱこのドイツゲーム型のものってあんまりそういうニーズには答えてくれないものが多くって、ハイクはですね、みんながそれぞれこう短冊を手に持ってやるんですけど、机をほとんど使わないんですよ。だからほぼどんな状況でもできる。例えばピクニック中に、あのなんかこう草の上でやることもできるし、高速で車乗ってる時に後ろの席のやつらが遊んでることもできるし、まあ当然あの旅先とかでもできるし、みたいな。あとは飲み会してるとき、飲み会してるときにゲームしたいっていうのはやっぱ僕らみたいにゲーム好きだとよくあることで酒が入ってくるとなんかやりたいねってなるんですけど、やっぱ飲み屋でさっきのこのスモールワールドみたいなですね、こういうゲームは広げづらいんですよ。てか怒られるんですよ、あの実際何回も怒られてるんですよ、やってるんですよ、あのよく怒られてますで、あそこの店は怒られないぞみたいなことをあのだんだん学んでいったりしてるんですけど、まあそういうようなところにも耐えられるっていうのが、まあこういう俳句の特徴ですね。はい、この辺もですか？あ、でこの辺は、僕らじゃないんですけど、やっぱり日本で、まあ、この辺とか、はい、あの小早川です、ね、タイトルがいいですね、やっぱちょっと注目しますね、かわいい、はい、この辺ちょっと変わり種が多い。変わり種とちょっとエロいのも入ってますけど。そうですね、はい、これは特にうちの店だとかなり特殊な方で、これはですね、台湾のゲームです。デザイアというゲームで、まあこの女の子たちを集めていくっていうゲームなんですけど、しかも全部いい女ですね、絵がね、エロいじゃないですか。そうですね、かわいいよ。かわいいというか、ロリもいるよ、ロリ、ほら巨乳がすごいんだけど、そういうゲームなんですか？そういうゲームなんです、もうタイトルの通りで、まあ、本当に女の子を集めるゲームとしか言えないんですけどいやでもあのゲームとしてもすごくよくできていて、まあカードゲームですよね、まあ、アジアでもやっぱりこういうドイツ型のゲームが結構作られ始めているっていうものですね。この台湾のこのメーカーの方が、以前にこの店に直接来られて、でこれ置いてもらえませんかという話になったので、でまあそのいろいろ紹介してもらったんですけど、まあそのゲームの中で特にこれが面白かったというのと、あとまあその内向きなゲームとか、よその店でこれを扱った方がいいだろうみたいなゲームとかあったりもしたので、まあ、その辺で選んだものですね。はい、あ、これや、あと今話題の人狼とかね、この辺ももちろん扱ってます。人狼、はい、夜中とかテレビやってますよね。そうですね、最近テレビ番組とかも扱われてますけど、あの人狼というゲームがあってですね、これがまたまあ、世界中で遊ばれてる会話ゲームで、まあ、カードも使うんですけど、カードはそんなに大事じゃないので、まあ、僕らは会話ゲームと呼んでるんですが、まあ、とにかくグループで10人とか20人とかグループの中に
この中に誰か嘘ついてるやつがいると、うんうんうん、それを探し出すっていうゲームですね、はい、でうちはまあこれも結構僕が好きなのもあって、うん、力も入れていて、うん、イベントもやってるんですよね、うん、これですけどね、うん、これ何ちゅう名前ですか大会は、嘘つき村の人狼というイベントで、うん、去年から始めてもう何回かやってで最初はお台場で、うん、東京カルチャーカルチャーというイベントスペースがあるんですけども、うん、ZEP 東京の2階にあるところですけど、そこで、まあこの人狼というゲームを、まあ、普段みんな10人から、うん、多くても20人ぐらいで遊んでいるゲームを、はい、5、60人で遊んでみようと、うんうん、大変そう、大人数で楽しそうで、こう演出も加えて、まあ会話のゲームなんでこう会議みたいなことをするんですけど、うん、それをこうみんながマイクを持って、そうですね、あとみんな頭巾かぶってますね、そうですね、ちょっと衣装を着てみたりとかして、はいね、あと太鼓叩いたりとか、こう村感を出してるっていうような感じのイベントです、うん、あとこの辺は、またちょっとこうゲームとは毛色が違うところで、うん、でも結構大事なんですけども、うん、さっき言ってたその遊び寄りの部分ですね、うんうん、この辺はうちで出している本です、はいはい、共同経営者の真城奈々子というのがいるんですけども、うん、この店の内装とか、はい、世界観みたいなところは彼女がコントロールしていて、もともとですねこういう西洋文化の結構フェティッシュな、うん、マニアックな本をいろいろ書いていてですね、うん、例えばこれはロココ時代の、うん、貴族の娘の生活を、うん、生まれてから死ぬまでを、うんうん、こと細かに描いた、まあ、ドキュメント本みたいな本だったりとか、うん、そうですね、こういう図案自体は、まあ古い文献のものですよね、でそれのマリー・アントワネット版とか、うん、はいはい、あと古今東西の美訳を集めた本、うん、あと当時のこうかつら文化はい、に関する本とか、うんうん、まあ、こういうような活動をもともとしてたんですよ、うんうん、で、まあ、それの、テイストっていうのが割とこの店にも、なるほどね、強いわけですね、うんうん、まあ、この辺のトランプとかこういうのも割とこういう文脈から出てきているんですよ、ね、そうですね、この辺とかこんな感じですもんね、はい、そうですね、なるほど、アリスの便箋とかですね、ちょっとそういう可愛い輸入雑貨みたいなものも、マーケットとかですね、これペーパークラフトですか、そうですね、ペーパークラフトを贈り物としてこうグリーティングカード的に送ると、で送ったられた人がこれ組み立てて、まあ、組み立てもこれ簡単なんで、うん、これになるとそうです、あ、飾れるかわいいです、かわいい、なんか昔の雑誌の付録みたいな、あー、わかるわかる、大人向けの積み木なんですけど、重そう、はい、もたれも持ってます、おー、ずっしり、うわ、木じゃないですね、これ、はい、木じゃないんですよ、これ石ですね、積み石、はい、すげー、これはですね、こうどういうものなのかというと、まあ、すごい昔からあるもので、うん、19世紀にドイツで作られた、うん、まあ、おもちゃというか、うん、もので、で、アインシュタインも遊んだと言われてるものなんですけど、うん、こういうですね、あ、何通りもあるんだ、はい、これ、あれの組み合わせで、うん、こういう石造りの建築が再現できるっていうのなんですよね、うん、おー、すごい、何種類ぐらい、いや、もう組み合わせなんでいくらでも、あ、オリジナルで、はい、そうですね、自分で考えて作っていくと、で、これのためにはやっぱこの積み木が重いということがすごい大事で、要は石造りの建築って上からこうどれだけ荷重がかかってるかっていうので構造が持ってるわけじゃないですか、あ、だからそれがこう構造的な部分も含めて再現できるっていう、うん、なんかすごい大事、うん、っていう、まあ、マニアックっていうか、なるほど、うん、高級おもちゃですよね、はい、すごい、はい、2万1000円です、はい、でも贈り物とかにはいいと思います、うん、そうですね、はい、うん、はい、じゃあここに店頭に常時置いてあるような、これが、はい、ガイスターっていうんですか、はい、ガイスターは、そういう、まあ、ドイツ系のゲームの一番代表みたいな感じのゲームなんですけども、うん、どうぞ、はい、お化けがですね、はい、8匹ずつ持って始めます、ね、で2人でやるゲームなんですけど、うん、お化けの中にこう表から見ると一緒なんですけど、はい、赤いお化けと青いお化けがいる、うん、で青いお化けがいいお化け、はい、はい、赤いお化けは悪いお化けです、悪いお化け、はい、でこれお互いにですね4つ4つずつ持って8個持ってるわけなんですけども、うん、入れ替わっちゃった、はい、でこれをですねこう始める前に好きな並べ方していいんですよ、はい、でそうすると相手から見たときに、うん、
どれが何なのか分かんないですよね。分かりませんね、はい、こっち、口目がちょうどこれになってますけど、分かりません、はい、で、これを、うん、相手とこうやって順番にこうやって1個ずつ動かしていって、うん、で、将棋とかと、チェスとかと同じようにこう相手のを取っていくと、はい、で、取った駒が、うん、赤だとこれ取っちゃいけない駒です。はい、そうですね、うん、で、青は、取っていい駒、はい、なので、お互いに、うん、相手には赤を取らせようとして、うん、自分の青は守ろうとすると、うん、で、自分の青が4つ全部取られちゃったら負け、うん、相手の青を4つ全部取っちゃっても負け、うん、っていう感じで、うん、青の駒限定なんですけど、相手の陣地の方に一番奥にこの出口があるんですけど、うん、ここに行って、次の番で脱出することができたらそれも勝ち。あー、なるほどね、っていう感じですね。この3つのどれかを満たせば勝ちです。なるほど。じゃあ軽くやってみましょう。はい、やってみましょうか。はい、はい、じゃあ、じゃんけんぽい、うん、じゃあ僕からいきますね。はい、はい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 、で例えばこれが最初に出してきたわけじゃないですか、うん、で取られたくないやつは、うん、まあ、出してこないんじゃないかと考えるわけですね、うんうん、なので僕の予想だとこれは赤です、はい、なのでこれは避けて、うん、で逆にこれは2番手に出してきてるので、うん、なんかこうこれで牽制した後に出してるっていうのとこれが本当に前に進めたやつなんじゃないかと、うんうん、それでこれを取りにこう行ってみる、はいはい、みたいな。斜めはいけないですね。斜めはいけないです、はい、逃げましたね、はい、逃げたのでやっぱこれは取られたくないんじゃないかなと予想しつつ、うん、じゃあこっち側から、この進行方向を塞いでいく、はいはい、こっちですね、はい、来ましたね、うん、でこれは多分これを取られたくないがためにこれを取りに来たんだと思うんですよね、うんうん、なのでやっぱりこれは、取らないで、うん、こっちがこっちに進みますか、はい、みたいなことを考えながらやるゲームなんですよ。で、実際のところこれ合ってるかどうかっていうのは、うん、まあもちろん僕もわかんないし、うん、じゃあ実際どうなのかちょっと見てみましょうか。1個、1個、はい、取り合いしてみてもらっていいですかね。はい、え、次誰だ？あ、じゃあ次そちらですよね。はい、カポ、はい、はい、そのところが取られると。取ったら見ていると。で、青なんで、うん、まあ僕は今いろいろ言ってましたけど、まあどっちかというとこれを取られたくないからために逃げてただけなんですけど、なるほど、はい、これはどうしたの、はい、これはどうだったんですか、青で、はい、青で、あ、正解、はい、なるほどね、ということで意外と分かるんです、うん、はい、なるほどね、ゲームです、はい、相手の心理を読むっていう、うん、で今は、はい、私もこのドロッセルマイヤーズボードゲームマートということで、はい、ここですね、こちらですね、はいはい、中野ブロードウェイの3階で、はい、昼の12時から夜の8時までやっております、はいはい、なるほど、定休日は水木曜日、うん、なのでそれ以外の日だったらまあやってますので、はいはい、来てください。で、ネットショップもありまして、はい、ドロッセルマイヤーズで多分検索すれば他にはあんまないと思うんですけれども、うん、そうですね、ネットショップでも、ご購入いただけます。ちなみにこれお店の名前の意味ってあるんですか？ドロッセルマイヤーズは、まあ、ドロッセルマイヤーっていうのが、うん、まあ、人名なんですよね。あ、はい、くるみ割り人形っていう、うん、あの歌劇がありますけども、はい、あれの中に出てくるあの、まあ、怪しいおっさんですね、はい、あの主人公の女の子に、うん、まあ、くるみ割り人形をあげる、怪しいおじさん、はいはいはい、なので、まあ、子供たちに怪しいおもちゃを配る人みたいなイメージで作った店名です。なので、はい、なので、まあ、こういう怪しいおもちゃをあの集めていきたいなと。なるほど、ね、ここにくるみ割り人形もいますけど、そういう意味ですね。あ、これくるみ割り人形、はい、これこのドロッセルマイヤーズというのをネットショップに加えて、うん、ドロッセルマイヤーズラウンドテーブルっていうのを先始めました、はい、まあ、これもドロッセルマイヤーズのサイトから行けるんですけども、はい、日本国内の同人ゲームの専門ネットショップ、うん、同人ゲーム、同人だから同人誌みたいに、ああ、はいはい、はい、あのインディーズで作られている国産のゲームっていうのを応援するためのサイトも作りましたので、うん、そういうものも、見れますね。なるほど、はい、あとこの、ジングシュピールというのも始めまして、はい、これは逆にですね、ゲームじゃないもの、はい、この店の中でいう と、こういう輸入雑貨っぽいものですね、うん、こういうものを、集めていて、うん、まあ、特にそのこのドロッセルマイヤーズのゲーム屋としての側面ではない、うん、まあ、そういう、こう世界観の濃密な部分を楽しめるお店というのも始めました、まあ、まだ始めたばっかりなのでそんなに品物多くないですけど、これからやっていきます。なるほど。あと、いろいろ他の店外の活動としては、はい、イベントもいろいろやってまして、うん、で、まあ、先ほどご紹介したあの嘘つき村の人狼っていう人狼のイベントも定期的に、はいはい、まあ、不定期ですけど、ちょいちょいやっているのと、うん、あと、定期的にやってるものでは月に1回ですね、はい、同じ中野の、フローチャートさんという、はい、
まあ、ダイニングバーがあるんですけど、そこで、ドロッセルマイヤーズワークショップっていうですね、はい、ゲーム制作のワークショップをやっております、うん、まあ、こういうボードゲームをですね、作ってみたいと、はい、てか俺にも作れんじゃねえかと、うん、作れるんですか、本当で、あの作れます本当ですか、はい、やっぱりこういうゲームっていうのはルールが命なので、うん、自分でルールを思いつくことさえできれば、あ、逆にそのものとして完成させるのは、なるほど、まあね、言ったら紙とペンがあればできるみたいなゲームもありますんで、うんうん、はいはい、なんでまあそういうゲームを作る、まあ、プロセスを体験してもらえると、うん、というワークショップをやっておりますので、はい、これもまあ月に1やってまして、はい、まあ、その先のドロッセルマイヤーズのネットショップのサイトとか、うん、あとツイッターアカウントで結構いろんなお知らせをしているので、はい、まあ、ツイッター上でカタカナドロッセルマイヤーズで検索していただけば、うん、はい、多分見つかると思いますので、はい、誰でも来れて、誰でも来れて、一人でも全然大丈夫ですし、はい、来られる方も結構多種多様でですね、うん、まあ、完全に、まあ、プロ志向で、うん、まあ、実際まあ、すでにゲーム業界にいるとか、はいはい、すごいベテラン、まあ、僕が尊敬しているようなゲームクリエイターの方とかが来るってことも全然ありますし、で全く逆に、まあ、ゲームを遊ぶのは好きだけど、うん、もちろん作ったことなんかないよって方も多いですし、うん、でさらに言うとゲームも普段遊ばないのに、うん、なんか面白そうなトークイベントだなってことで来る方もいらっしゃったりとかして、そういう人たちが結構みんな並列でですね、はい、意見を出し合って、うん、みんなで一本のゲームを作っていくというワークショップなので、はい、で毎回1話完結で、この1回のイベント中に完成させるというスタイルなので、うん、まあ、その前回までを知らないとダメなんじゃないかとか、うん、そういうのもないですし、うん、わけで、まあ、いつでも来ていただけますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、というわけで、はい、中野ブロデュー3回、はい、ドロッセルマイヤーズ1回遊びに来てください、はい、よろしくお願いします、はいはい、いただきましょう、いろいろありがとうございました、ありがとうございます、はい、ではまたよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、